エリデス属エライズは卵化植物の属の一つ。小さな綺麗な花をたくさんつけた方、普通は長く垂らす。常緑の多年性草本で着生植物。茎は多少長く伸び、角質の葉を2列後生に出す。比較的小型のものが多い。果樹は溶液から出て長く伸び、多数の花をつけ、多くは下向きに垂れる。花皮片は幅広く。 川学園の基部は、随中のベカブと合着する。新殿の基部は、随中のベカブにつながり、そこから短い巨が出る。新殿の先端は三列し、川列辺が大きくて、中列辺は反る。国地橋体はよく発達して二列する。花粉界は二個、休憩で、溝があって、細長い花粉界柄につながる。また、どの種も良い香りを持つ。学名は、空気と、 類似を組み合わせたもので、まとめると空気に似ているの糸とれ、これは少数の根で樹冠に付着する姿が、まるで空中に浮いているように見えることによるとも、東南アジアに約20種がある。本属には日本産のナゴランセジリア・ジャポニカが含まれていたが、これは別属として1974年に区分された。違いとしては、随中が長く、 その脚部は短いことなどが挙げられる。ちなみにナゴラン族の学名は、本族の学名の綴りを逆に並べたものである。トリコグロッティス族とは、新弁と虚の形態が異なることで、区別できる。ヨーランとして観賞用に栽培される。ヨーランとしての略称はエア、である。俗館雑誌も作出されており、以下のようなものがある。以下、記載は、種として、カラサー監修。 P24 岡田、P105 斎藤、P72 唐沢監修、P24 横田、P148 横田、P148 唐沢監修、P24。ありがとうございます。